詩の発想は、松本清張の長編推理小説。乾いた、配色のタイトルで、集会公論に連載され、同志休館後、小説中央公論に、掲載、過筆、訂正の上、1982年11月に、角川のベルズより刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。2014年にテレビドラマ化されている。25歳にして、 税金5億円を横領した角で社会を騒がせ、服役していたもと、N 省の管理、岡瀬翔平が7年の刑を終えて出生した。警視庁では、岡瀬の被傷した先を調べたが、その使いぶりが乱脈すぎたか、約1億円が、人不明のままとされていた。有刊誌 R の編集長、山崎は、記者の底意に、岡瀬の隠し金の行方を追跡するよう命じた。 山崎の意図に疑問を感じつつも、岡瀬の行動を日々張り込み、尾行を続けるそこい。しかし、2ヶ月近く経った時点で、岡瀬は福島県内の山林で死体となって発見された。犯人逮捕の報道が出ない中で、密かに単独行動を始めた様子の山崎に、そこいは、不信を抱く。やがて山崎は、6月15日の朝に自宅を出て、以来、 消息不明となり、東北本線の芋川駅近くで、ジュラルミントランク詰めの死体となって発見された。ところが、トランクの発送元の田端駅に現れた男は、トランクに詰められた被害者の山崎自身であったという。これは階段か犯人の仕掛けた重層的トリックが、事件の謎に挑むそこいの行く手を阻む、東北本線を走行する現在の貨物列車。 本作が書かれた当時は、鉄道による荷物輸送が広く行われていた。松本清張ドラマスペシャル、死の発送は、2014年5月30日、富士テレビ開局55周年特別番組として放送された。本ドラマでは、トランクの発送先は、岩手県に設定されている。また、原作中のトリックに関係する、鉄道輸送は、 自動車輸送に置き換えられている。ありがとうございます。